プロデューサーの皆様こんばんは、翔です。ということで今回は、ライブパーティーでの、変更点、今回、前回とのねイベントの変更点を、ご紹介したいというふうに思います。はい、今回いろいろ変更されたんですよね。なんでこの延べ4つかな3つかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、3つか4つ、変更点があるので、ざっくり、とした説明をしていきたいというふうに思います。ライブパーティーのページ行きましょうか。まあざっくり変わった点と言いますと、まあ結構いろいろあってですね、まあ、あ、そうだ、こっちのページ飛んじゃいけないんだ。お知らせでちょっと見ながら確認していきましょうか。まあまずそのですね、まあ昨日も言ったんですけど、オーバーロードが変わりましたよってところで、オーバーロードは、まあ自分のみ、消費するんですけど、他人が使う場合は、消費せずに、オーバーロードね、すごい強いスキルが使えるよという、すごいね、他人にとっちゃ嬉しいことなんですけど、ただ、まあ、昨日いろいろと、聞いてる感じだと、オーバーロードは貢献度にすごい、大きな影響を出すというか、すごいプラスになる影響を出すというふうな話を聞いたんで、結構、あ、でもオーバーロードは他人が使ってても、まあ、その自分がね、体力減っちゃうんですけど、まあ、でもいいんかな、みたいな。やっぱりその判定強化と、そのね、スコアアップ両方が、両方加算点に入るんだなっていうのがあるので、あー、いいね、いいな、オーバーロード。だってオーバーロード使ってる人大体1位取ってるなっていうイメージが結構あるので、まあそこは、まあまたその貢献度の算出方法の変更って書いてあるんですけど、ここはちょっと、まああと、あとだと、まあ別動画でもちょっと説明しようかなというふうに思ってるので、まだちょっと不明な点結構多いんで、貢献度に関してはまた別の動画で、言おうと思っておりますと。で、二つ目なんですけど、ファンの、取得人数が変わりました。はい。今までだと、その一人分しか、手に入らない。だいたい500とか600とか、まあスコアに応じて、だいたい50万とか60万取れたんだったら、60万だったら600人ぐらい、50万だったら50万人。まあスコアに応じてファンっていうのはもらえるんですけど、今回からは、5人分、一人に一気にガーって入ってきます。例えば僕がシブリンを使って、要は、距離クライブで使ってた場合、シブリンに、2000人約2500人ぐらいかな。まあもし全員50万取ってるんだったら、そのライブ全員の分の、取れますということで、個人のファン上げがすごい、しやすくなりました。なんでまあ僕は編成変えてないんですけど、例えば、そのファン上げ、特定のこうファン上げしたいときに、このオールとかキュートとかクールとかファッション全部同じキャラにするとか、要はレアリティの違う、こう全部するとか、僕は全部今おすすめ編成で組んでるんですけど、そういうのもありっちゃありだとは思います。はい。特定のこのファンを上げたい場合はそれをいいですし、まあ、称号とか欲しい方もいるでしょうし、あとまあ、特定の、そのファンの人数に稼ぐ、まあ、ただ単な遊びなんですけど、まあでもそういうのもありっちゃありだなと思っております。まあね。僕らプロデューサーとしては、まあ、その担当の子のね、ファンをね、どんどん上げなければいけませんから、私たちの仕事なんでね、まあその仕事が、はかどるよ、うん。ということで、まあファンの、人数でございましたと。で、三つ目なんですけど、チャット機能が、そうですね、まあ、スタンプも追加されたんですけど、まあ10個ずつ、その、まあ、要は、開始と終了で、まあ同じスタンプも入れられるんですけど、両方とも10個ずつ平成することができましたと。これ結構嬉しいですよね、普通に10個ずつ。昨日の動画でも言ったんですけど、普通にやっぱりコミュニケーションっていうか、始まる前とか結構その、ワイワイできるっていうか、まあね、スタンプでのコミュニケーションも結構楽しいですから、まあこれが、また今後創作できたらなとかっていう、妄想は抱いてるんですけど、まあ十分10個でも、かなり十分、楽しく遊ばせていただいてるので、これは結構いい。僕は嬉しいアップデートでございました。アップデートっていうかね、はい。まあそうですね、そんな感じですかね。で、あと、まあ結構皆さんが気になってる、その、貢献度の話なんですけど、これは今回から結構いろいろ変わったんで、まあこの特技が追加されたってところなのと、あと特技の種類によってまたいろいろ変わってくるなってことが分かったんですよね。まあ、僕の場合だと、アリス。SSR を、の回復 SSR を使ってるときは、ほぼ絶対1位になりますね。スコアが1位になってなくても、まあ、絶対1位になる、ほとんど。なんで、マジで、これは、なんだろうね。で、オーバーロード使ってる人はオーバーロードみたいな。多分その、ランクが、その、調整しましたとは言ってますけど、多分おそらく絶対ランクが、ございます、今まだ。その、特技によってね。でもそれをちょっと僕はまだ調べてくるので、すいません、皆さんもちょっと少しお待ちしていてください。どれが一番いいのかっていうのは、まあ多分おそらく回復だとは思うんですけど、まあ、皆さん、それはまあ、
ちょっと、調べてまいりますので、ぜひ、お待ちしていてください。以上が、今回の、そのライブパーティーの変更点でございます。皆さんもぜひぜひ、ね、結構僕は楽しく、結構回ってるんですよね。あの、ベテチケ欲しいから僕は。ベテチケ欲しかったり、レア欲しかったり、SR がね、全然落ちないのが辛いんですけど、まあでも、まあ今回ベテチケとレア集め、という点において、まあ、頑張ってみようかなというふうに思っております。まあ、特技レベル、最近ちょっと先月ちょっと新規 SSR が4枚当たってるんで、まあ、その子たちをだいたい4か5ぐらいまでにベテチケだけで上げたいなっていうのも思いますので、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思います。もしこの動画が良かったら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、また次の、動画でお会いしましょう。じゃあねー。